今日のホタカ。本日の打順2番栗原来た。今日はガチメンや。藤本じゃ絶対組めない打線でくそ。相手チームとの格差えぐすぎやろ。先発も有原やし、さすがにこれで負けるわけにはいかんな。栗原2番試す意味あるな。パッとしない栗原が悪いけど、昨年開幕からの状態なら柳田と栗原逆でいいし、今なら5番中村明の後に栗原でいい。5番柳田は実力的にはもったいないけど、年齢的にあんま負担かからないところで、かつ重要な位置ってことで結構ありだと思ってる。ワイのタツルがまたおらんやんけ。どすこい。ガチスタメでくそ。1回の表の攻撃、先頭は周東さん。周東出塁しろや。ツーベースヒットでいきなりチャンスが訪れる。くそ。ボロンコ。普通のレフトなら取ってるな。トランコ。なんでレフトポランコ。ウォーカーの真似かな。続いて栗原さん。栗原2番の発想なかったな。栗原売り出してた頃は2番だったよな。得点圏以外打たなくなって後ろになったけど。フォアボールで出塁してノーアウト2塁1塁。栗原内線。さすくに。ええぞ栗原。続いて近藤健介さん。イケメン待機。強強クリーンナップ。イケメン侍。ゲッツー7円。ぶっさ。こんげ。こんすけ寒いや。ホタカの第一打席、ドスコイ待機。今しめホームラン打て。山川2試合連続ドスコイしろ。ワイルドピッチで1点先制する。くそ。これは美しい得点。この馬美しくないね。ラッキー。7億と4億の圧でワイルドピッチや。その後ホタカはフォアボールで出塁。こう見えて実は選球眼がいい山川。振り回さないデブとか有能すぎやろ。続いての柳田さんは初球を打ってのサードフライで3アウト。初球絶対フルマンはいいけど、そんなの当てるなよ。近藤山川柳田ってオールスターかよ。おじさんの初球ポップフライ。アストゥディーヨ再来してたくさ。1回の裏、開幕投手の有原さん、2アウト2塁のピンチになる。バッターは山口さん。さあ問題の有原さんの初回。ホームランは献上すんなよ。初回絶対失点する有原。ここはショートゴロで課題の初回を無失点に抑える。はい、初回抑えたので好投することが確定しました。先週ボコボコにされてた投手の球ではない。やっぱりアドレナリンなのか。有原いい感じ。立ち上がり抑えたらもうね。信じられるのは有原さんだけや。2回の表の攻撃、先頭は中村明さん。もうウォーカーより明が起用されそうやな。サードライナーでワンアウト。続いて今宮さん。7番なんかバントさす気は全くなさそうだな。ライトフライで2アウト。3本かなこの回。続いて三森さん。いつ見てもベテランに見える三森。セカンドゴロで3アウト。二塁争いがいまいちやな。牧原三森はマジで状態上げてほしいし、周東はそろそろ出塁率上げてもらわんと一番受けへん。あっさりと3本したな。まあ下位打線には期待してないが。2回の裏、有原さん一人ランナー出すも無失点に抑える。さすがの有原や。ええぞ有原。有原は初回さえ抑えれば確定演出出てるからな。3回の表の攻撃、先頭は解散。現在3試合連続ホームラン中の回。強打者開拓や。ピッチャーゴロでワンアウト。回は一昨年の打撃が最悪の底だったな。城島が余計なことするから1年棒に振った感じだった。もうホームランはシーズンに取っておいてくれ。続いて周東さん。解説、周東は2番でもあり1番栗原で。栗原1番周東2番はくさ。2番周東とか本当にやめてほしいんですが。空振り三振で2アウト。それを見逃せたら最高なのにな。周東、周東粘ったが惜しかったな。続いて栗原さん。栗原の2番はシーズンでも面白そう。栗原今年は復活してくれ。空振り三振で3アウト。去年の栗原の起用法はひどかったが、小久保には期待してる。去年の栗原見るとオープン戦は打たない方がいいんじゃないかと思ってしまう。オープン戦首位打者はシーズン結果出ないジンクスがあるからな。3回の裏、有原さん、ワンアウトから2塁1塁のピンチになる。今年も有原苦手なのか。ポランコの時球が中に入っちゃうな。神田だからいいけど。有原今年もポランコと相性悪いな。バッターは藤原さん。3番に藤原いるのマジ助かる。有原大丈夫だよな。センターフライで2アウト。二塁ランナーはタッチアップで2アウト3塁1塁。ええぞ。ふう。続いて山口さん。有原抑えてくれ。有原アドレナリン出てるか。
ここを抑えられればあとは抑えられるぞ。タイムリーツーベースヒットを打たれて逆転されてしまう。ああ取れんか。取ったら本物だけどね。シュートを取れんか。今年もいつものホークスだな。こんな試合で突っ込む方がアホやからしゃあない。有原やっぱりオープン戦あかんな。また山口に打たれててくそー。有原あかんわ。とても有原らしい。まあこんなもんでしょう。続いて井上さん。シュートをさっき取れたら超ファインプレーやったな。シーズン中ならもう少し無理して取りに行くだろうな。オープン戦で怪我したら元も子もないから。ビューティーせやな。ライトフライでスリーアウト。ここは抑えたか。まあ1点差なら大丈夫か。有原はシーズン入ればアドレナリン出るから大丈夫やろ多分。4回の表の攻撃、先頭は近藤健介さん。イケメン待機。この3、4、5はピッチャー嫌だろうな。近藤はなんか打席でも威圧感出てきたな。ハム時代とは全く違うオーラを放ってる。7億の威圧感でフォアボール。イケメン。これは7億の選球眼。これはイケメン侍。ホタカの第2打席、ドスコイ待機。ここで逆転ホームラン頼むぞ。ファーストファールフライでワンアウト。ああなんそれしゃぼー。ドスコイならず。続いて柳田さん。このクリーンアップでなんとか点を取りたいぞ。ギータ頼むぞ。フォアボールでワンアウト二塁一塁。おーいぞ。ナイスギータ。続いて中村明さん。明いってれん。明頼むで。くそー。ポランコの守備連かな。怪我するぞポランコ。その後中村明さんは空振り三振でツーアウト。ああ明さん、この回無失点かな。続いて今宮さん。今宮なんとか同点頼む。下位打線は期待できんからこの回でなんとか1点頼むぞ。ネバ宮。ネバネバ。11球粘るもショートゴロでスリーアウト。ああこれで無失点かよ。残念でした。4回の裏、有原さん、この回は三者凡退、4回に失点で降板。有原はぼちぼちか。まあよかったんじゃない。有原いい仕上がり。5回の表の攻撃、先頭は三森さん。さあこの回1点でも返していくで。三森さん自打球で痛がるも誰からも心配されない。みんなニッコニコでくそー。笑われるのか。いててて。国母鬼畜か。三森さんその後ホームランで同点に追いつく。くそー三森ー。三森村来たー。自打球村とか柳田の生まれ変わりか。グッバイ牧様。牧原よりは長打力あるんよな三森。昨年は山本由伸からもホームラン打ってる。牧原とどちらを使うか悩みどころ。みーもみーもみも。シーズンにとっとけ。たまに放り込む三森、秘めた飛距離ここで炸裂。続いての解散は初球を打ってのライトフライでワンアウト。解はシーズンにとっておいてくれ。せっかく谷川らや運動が頑張ってるのに解が結果出してるのは草なんよ。続いて周東さん。周東出塁してくれ。セカンドゴロでツーアウト。川村一番でええよ。続いて栗原さん。栗原は怪我せずに頑張ってくれ。セカンドゴロでスリーアウト。この回同点に追いつく。ああまあ同点になったからええわ。ええぞ三森。5回の裏、ピッチャー変わったスチュワートさん、三者凡退。すっちゃんええぞ。スッチーはローテでええな。スチュワートはいいのか悪いのかよくわからん出来だな。守備はみんなヨタヨタしてたがなんとか3本で終われた。6回の表の攻撃、先頭は近藤健介さん。イケメン待機。この回逆転するぞ。イケメンすぎるツーベースヒットでノーアウト二塁のチャンスが訪れる。イケメン。レベルが違いすぎる。サスコン来た。サスコンすぎて言うことなし。はいイケメン天才。これは7億。ダイソーで育成の河村さんログイン。続いて穂高に代わりましてウォーカーさん。ウォーカー来た。ついにウォーカーさんらしい打球が出る。初球を打ってのフェンス直撃も打球が速すぎてシングルヒット。ノーアウト三塁一塁。ウォーカーいいね。ウォーカーが打ったぞ。帰れんのか。ウォーカー代打もいけそうだな。この打撃を見ちゃうとアダムは外せないか。リチャードは出番が永遠に回ってこなそう。ウォーカーの活躍が見たい。続いて柳田さん。問題はこの人。最低限はせいや。ギータこの時期良くないとはいえ打球がずっと悪いよな。ボテボテのファーストゴロの間にランナーは帰って逆転する。勝ち越し来た。最低限おじさん。最低限ボテボテおじさん。まあ最低限オープンのギータはこんなもん。
最低限を過ぎたタイムリー。続いて中村明さん。近藤は川村に、柳田は尾形に変わった。育成軍団頑張れよ。川村は尾形のテスト期間のため慶応コンビは出れないな。慶応コンビが単純に育成組に負けてるからな。中村明さん、ヒットでワンアウト三塁一塁。明も来た。さすがやな明。チャンスの場面で牧原さん。もう1点欲しい場面だぞ。なお牧原。牧原最低限頼むぞ。2点タイムリースリーベースでさらに追加点。ふわー、珍しく長打出た。牧原、牧原が打ちました。続いて三森さん。ここで最低限できれば三森はレギュラー取れるんだよ。てか代打アストディーヨからウォーカーになったのかなり戦力アップやな。ショートライナーと三塁ランナーは戻れず、ダブルプレーでスリーアウト。この回逆転に成功。牧原が珍しく打ったみたいだな。三森が打てば牧原も打つな。6回の裏、続投のスチュワートさん。ワンアウトから三塁一塁のピンチになる。制球が悪い。なんで1イニングは良かったのに2イニング目からダメになるやつらばっかなんや。バッターは中村さん。杉山は素晴らしかったそうだが、スッチーはどうなんだ。なんかこの回ダメそう。こいつ1回崩れるとそのままズルズルいく印象ある。スチュワートさん、スリーランホームラン打たれて同点になってしまう。ああ。スチュワート全然ダメやん。こんなのに7億も払うのか。7円。ギャー、これはスチュワート厳しいな。中村にスリーランは。ああ、やっぱセット課題だよな。使い物にならんな。契約延長したのに役に立たんのをうんこやつ。スチュワート、ピッチャーこれじゃ優勝できんわ。続いて茶谷さん。スチュワートひでえ。育成失敗を認めたくないから高額契約で残したんだろうが、バカとしか言いようがない。スッチー大丈夫かね。いくらオープン戦とはいえロッテに連敗はしたくないな。ヒット。スチュワート終わっとるわ。やっぱ先発が試合を壊すわ。あんな攻撃の終わり方したらこうなる。続いて松川さん。盗塁されてワンアウト二塁のピンチになる。これで有原より年俸上とかありえん。松川さんは見逃し三振でツーアウト一塁。こんなんが7億なんや。ワイノが貢献してる。スチュワート7億は出来高マックスの話やろ。続いての池田さんにはフォアボールでツーアウト二塁一塁。打者にとってボールが見やすいんだろうな。簡単に見極められるし、バカスカ打たれるし。スチュワートジュニアいつまでも子供っぽいことしてんだよ。7セント。続いての荻野さんには初球から後頭部にデッドボールでツーアウト満塁。もう退場でいいよ。こんなん無理やろ。荻野は優しいな。甲斐が一瞬抑えたが、荻野笑顔ってすっぽ抜けやからな。契約延長だけならまだしも、なんであんなに積みましたやろな。ボラスにたかられすぎ。続いての平沢さんは初球を打ってのセンターフライでスリーアウト。大津も使えんし、どうするんや先発。この回全然ダメでした。対外試合で1回打たれただけでこんだけ騒がれたら、ローテ投手なんて育たんわ。外国人っていうだけで待遇いいのおかしいよ。それでもスチュワートは使わないかんだろうな。フロントや現場は組み込んでる。オープン戦で良かったと思わざるを得ない。ラッキーセブンの攻撃。先頭は解散。また追いつかれてしまったな。打たれたら打ち返せよな。このクソ投手陣で優勝したいんなら、打線がこの程度じゃ全然足らんな。解散、フォアボールで先頭出塁。海内戦海映像。続いて周東さん。しかしロッテに先制してて後半やられるパターン多いわ。スチュワートは野外は全部苦手なイメージ。連続フォアボールでノーアウト二塁一塁のチャンスが訪れる。映像周東内戦。連続4球笠谷かな。連続4球、これはロッテ版笠谷やな。続いて栗原さん。この回勝ち越しいけるか。栗原さん、バントを試みるも失敗してワンアウト二塁一塁。藤本が。おい小久保、藤本のような采配すんなボケ。これはランナー周東でも厳しいバント。左腕にそれじゃサード投げられるわ。シーズン中はバントやめてね。これは流れ止めるプレイやな。バントできねえのかよ。続いてチャンスの場面で育成の川村さん。川村チャンスの場面だぞ、頑張れ。栗原が流れ止めたからな。川村さん、勝ち越しとなるスリーランホームランを打って絶好のアピールをする。きたー、ふわー、すげー。これは支配が確定。川村支配がおめでとう。川村きたー。川村マジですげえ。俺たちの川村来たー。これはさすがに決まっただろ。センター足りないし。
チャツル、そんなライバルを笑顔で迎えてええんか。こりゃ開幕センターもあるかもしれんな。川村って穴少なそうだし、28015本くらいやりそう。続いてウォーカーさん。ウォーカーのホームランも見たいぞ。セカンドゴロでツーアウト。美しい内野ゴロ。川村育ったね。身体能力は上林の方が上だけど、上林は考え方がね。上林、チュニドラでどうなん。続いて育成の尾形さんはフォアボールでツーアウトから出塁する。尾形内線。映像尾形。ところでワイの立つのは。続いて川瀬さん。やはり打線は問題ないな。何度も言うがマジで先発次第。先発ピッチャーなんとかならんかな。川瀬さんはライトフライでスリーアウト。この回逆転に成功する。川村マジですごかったな。川村は去年支配下でよかったんだよ。しかしなんで川村みたいな逸材が育成なの。急成長したってこと。柳町いる正木とは何だったのか。柳町ホームラン全く打てないし、完全に川村が柳町の上位互換だよな。7回の裏、続投のスチュワートさん、一人ランナー出すも無失点に抑える。俺たちのスチー、今回は抑えたみたいだな。8回の表の攻撃、先頭は牧原さん。三森も牧原も打ってセカンド争いも熾烈になってきたな。ピッチャーゴロでワンアウト。牧原残念。続いて三森さん。三森打てや。レフト前ヒットでワンアウト一塁。三森が地味に仕事してる。三森今日ええやん。藤本、三森。続いて解散。三森さん盗塁成功でワンアウト二塁のチャンスになる。三森今日アピールしまくるやん。ええやん三森。海さんは見逃し三振でツーアウト。海は不満そうやな。今日そこ取ってるからワイコや。続いて周東さんに代わりまして正木さん。正木来た。初球を打ってのライトフライでスリーアウト。正木あかんやろ。代打で出て正木初球打ちあかんわ。昨年の期待選手の正木、初球ライトフライで終わる。これではな。正木、タズルと一緒に筑後で頑張ろう。ドラ2なのに育成に負けて恥ずかしいくらい思わんと成長ないで。まさきが3月中に1安打でも打ったら逆立ちしながら日本一周するわ。まさき2軍やとええけど上やとまだあかんな。広瀬みたいんやが。8回の裏、4イニング目のスチュワートさん、落ち着かず2アウトから2塁1塁のピンチになる。スチュワートもうええて。またスチュワートはくさー。ビューティー今しめスチュワート。バッターは平沢さん。ボール先行ほんま勘弁してや。まるで成長していない。やはりスチュワートの投球見てるとオープン戦と分かっててもイラつくな。ああしんど。ここはセカンドゴロでスリーアウト。なんとか踏ん張った。ふぅ。スチュワート楽しんでいただけたかな。そろそろスチュ覚醒してくれ。9回の表の攻撃、先頭は井上さん。井上もここでアピールせなな。ライトフライでワンアウト。ウォーカーのところでワイの達も出してね。ひろきさん。続いての川村さんは空振り三振でツーアウト。ここで三振ダメだぞ。続いてウォーカーさん。ワイのタツル出せや。ツーベースヒットでツーアウト二塁。ウォーカーやるやんけ。ここに来てウォーカー上げてきたな。続いて尾形さんに代わりまして育成の石塚さん。誰立つじゃなく石塚。誰かの石塚頑張れ。初球を打ってのセンターフライでスリーアウト。これはあかんない石塚くん。ウォーカー見てると去年の外国人打者は何だったんだと思う。アストゥディーヨとは何だったのか。9回の裏、ピッチャー変わったルーキーの岩井さん、ワンアウトから三塁一塁のピンチになる。バッターは大下さん。もうお砂出せ。セカンドフライでツーアウト。岩井も空振り取れる変化球が課題になりそう。昨年の大津とちょっと似てる。器用そうなところと決め球がないところ。失点するなよ岩井。続いて友杉さん。お前らもう少し生温かく見守ってやれよ。ルーキーなんだぞ。早諦めて三振しなさい。無失点で切り抜けたら自信になるな。サードライナーで試合終了。逆転勝利、乱打戦を制す。しやー、勝ったばい。まあロッテにオープン戦とはいえ連敗は許されんわな。今回は川村様々よ。打っても打っても周東牧原が優先されるからな。まあまだここからだけど。お互いピッチャーダメで今日は打線で勝ったな。まあさすがに乱打戦では負けんわな。今日の流れはマリンでの悲劇を克服できた試合展開やったな。さすが国母やで。どこかの疫病神とは違う。勝ちました。早く川村を支配下にしてやってください。ホタカホ。